東京駅から新幹線に乗って山形県に向かってます。新緑の季節に山形のグルメと温泉を堪能したいというのが今回の旅の目的です。山形県南部の都市の米沢に到着しました。レンタカーを借りて山形市内を目指します。高速道路からの田園風景にまず癒される。そして空の水色と田畑の緑のコントラストがいいですね。山形市内に到着しました。今日は気温も高いので冷たいものが食べたい。ってことで山形の名物の冷やしラーメンを食べに行きましょう。山形発祥の元祖冷やしラーメンのお店の栄屋本店へ。もともとは温かいラーメンしか提供していなかったみたいですが、昭和27年、お客様からそばの冷たいのはあるのに中華そばの冷たいのは作れないのかとの問いに、1年がかりで冷たいラーメンを研究した結果誕生したのが冷やしラーメンです。お店に到着しましたが、土曜日ということもあってたくさんの人がお店の前で待っています。40分くらい待って店内へ。周りのお客様の麺のすする音が食欲をかきたてます。僕は冷やし栄ラーメンを注文。ガラスの器に盛られて提供されます。たくさんの氷が入っていて、スープも麺もよく冷えています。具材が冷やし中華のような夏らしいものになっています。キンキンに冷えているので野菜もシャッキシャキです。友達は普通の冷やしラーメンを注文。並んでも食べたくなる美味しさでした。ごちそうさまでした。さて、山形県の寺といったら山寺ですよね。山形市内から車で30分の立石寺へ向かいます。ってことで山寺の駐車場に車を止めてお寺を目指します。駐車場からお寺までの門前町には、力こんにゃくをはじめ、さくらんぼソフトクリーム、だしそばなどの名物グルメがたくさん。登山前に腹ごしらえをするのもいいですね。山寺の登山口に到着しました。石段を登っていきます。しばらくすると大きな建物が見えてきます。新緑の中に堂々と佇む大きなお堂と、お線香の香り、もうこの時点で清らかな気分になれます。この根本中堂というお堂は国内で最も古いブナの木造建築とされ、国の重要文化財に指定されています。堂内には慈覚大師作と伝える木造薬師如来座像が祀られています。くるくると音を立てて回る風車、その下で静かに眠る無数の小さなお地蔵様たち、大正天皇と皇后様の記念碑、入り口からたくさんの見どころがあります。新緑の木々の隙間からの木漏れ日がまた幻想的で、旅に彩りを与えてくれます。松尾芭蕉の像もちゃんとカメラに収めましょう。入山料は1300円。安っ。さあ入山します。入山料は300円です。鎌倉時代に作られたとされる山門をくぐると、ここからが本格的な山寺登山になります。ここから杉木立を縫うように登山口から1015段の石段が奥の院まで続きます。途中には多くの石碑や石仏、お堂があるとのことで、とても楽しみです。緑の木々の中、石段を一つずつ登っていきます。石段を登ることで欲望や汚れを消滅させ、明るく正しい人間になろうとする思いが込められています。それにしてもかすかになびく風がまた心地よいです。本当に心が落ち着きます。仕事のことを忘れさせてくれる場所。風で草木の葉が擦れ合う音もまた心地よい BGM です。それに加えて木々の隙間からの光がいい味を出してくれてます。あまりにも綺麗な光景だったので写真を撮りました。草木の隙間に神様もいらっしゃいました。さらに奥に進んでいくと弥陀洞に到着します。雨風に削られた岩壁に仏の姿を見つけることができた人は幸せになれるとされるパワースポットです。ここから下を見渡すと結構登ってきたんだなって思いました。さて仁王門が見えてきました。仁王門の手前には赤く染まる木々、野村もみじです。梅雨の前に色づく春のもみじ。山寺は秋は紅葉の名所としても知られていますが、春の紅葉もまた一見の価値があります。若草色に包まれた風景の中に紅一点、もみじの赤が輝く様はこの時期にしか見られない特別な風景です。今しか見れないので必ずカメラに収めましょう。邪神を持つ人がくぐらないように2体の仁王像が睨みを利かせている。仁王門、江戸時代の後期に再建されたとても美しい門です。仁王門の先におなじみの風景が待っています。開山堂、農協堂です。農協堂は山内で一番古い建物です。雄大な山々を背景に赤い農協堂が巨大な奇岩の上に立つ光景は山寺を代表する眺めで、ポスターやガイドブックでもよく見かける風景です。こんなところに郵便ポストが、どうやってここまで配達するのでしょうか。最終地点にあたる奥の院に到着しました。悪縁切りの御利益があるとされています。大仏殿には
像高5メートルの金色の阿弥陀如来像が祀られていて、隣の奥の院は解散した慈覚大師が中国で修行中に持ち歩いた釈迦如来と多宝如来を本尊としています。ポケットに入れていた入山券、汗で少しくしゃくしゃになってしまいましたが、いい汗をかきました。恒例のおみくじをやりましたが、今回は吉でした。奥の院山頂近くにあるこちらは三重の小塔です。岩壁に掘られた岩屋の中にあるのがすごいです。さあ、山寺観光のハイライト、五大堂へ行きます。果たしてどんな風景が広がっているのでしょうか。ご覧ください、素晴らしい眺めです。脳の舞台のようなお堂からは田園風景が見渡せます。本当に素晴らしいです。風の音、草木の葉がかすれる音、仙山線の電車の音、そしてこの風景、まさに登ってきた甲斐があったなと思う瞬間でした。それにしても初夏の風は本当に気持ちが良いですね。ここは写真撮影スポットなのでたくさん写真を撮りました。さて下山しましょう。仁王門に別れを告げて元来た道を戻ります。それにしても喉がカラカラです。お茶を持ってくればよかったですね。ってことで門前町で休息をしましょう。山形県のご当地サイダーのパインサイダー、そしてさくらんぼソフトクリーム、下山の体に染み渡りました。ちなみにこちらが今回お世話になった車です。さて米沢に戻ります。気づけばもう16時です。今回の宿は米沢市の白布温泉です。福島と山形の県境付近なので山形市内からは1時間30分くらいかかります。友達が睡魔に襲われかけていたので運転を交代して宿を目指します。それにしても素晴らしい田園風景です。田んぼの中を走っている感覚です。米沢から白布温泉へ行く途中の風景も風情があります。山道には白い毛並みの猿がたくさんいました。白布温泉に到着しました。白布温泉に来たら行きたかった場所がここ、鴨鹿屋です。地酒、地ワイン、地ビール、地ウイスキーなど山形にこだわった名酒を取り揃えている老舗の酒屋さんです。おつまみやお菓子も売っているので宿で一杯やるって時におすすめの酒屋さんです。山形といったら高畑ワインが有名です。ワインもたくさんの種類がありました。宿で飲むために赤ワインと白ワインを購入、米沢牛のスープを練り込んだ上杉カルパスも購入。これで夜はバッチリです。朝の9時からオープンしているので明日の朝また来ようと思います。さて今回宿泊する宿へ向かいます。湯滝の宿、西屋さんです。鎌倉時代創業の歴史あるお宿です。江戸時代中期から昭和時代にかけて建てられた築約100年のかやぶき屋根の本館がとても素晴らしい。こちらのお宿は館内すべて禁煙なので喫煙者の方は注意してください。必ず守ってください。宿泊する前にホームページのご予約に関する注意事項をよく読んでから予約した方がいいです。さてのれんをくぐると外観とは一変、宿の中はとても綺麗に磨き上げられていてびっくりです。土壁もいい味が出ています。友達がおばあちゃんの家に来たみたいと言っていましたが、まさにそうです。お部屋に案内してもらいます。山形弁がまた和みます。お風呂の場所、お食事会場、冷蔵庫、トイレの場所など丁寧に説明してくれました。今回僕たちが宿泊するお部屋は合算というお部屋です。すごい広い和室のお部屋でした。畳の匂いが本当に落ち着きます。夕食は18時からなのでまだ30分時間があります。せっかくなのでカメラを持って館内探検に行きます。こちらは部屋の前です。古い建物ですが床が本当に綺麗に磨き上げられています。玄関へと続く廊下です。床が照り映えているから照明が床に反射して館内がとても明るいです。こちらは談話室、外に出てみましょう。先ほど通った宿の入り口、お宿の前景、懐かしい郵便ポスト、白布温泉のバス停、西屋さんの看板、入り口前に咲いていたお花、こんなに絵になる風景がある宿はあまりないですよね。さて夕食の時間になりましたので夕食会場へ行ってみましょう。米沢名物がいただけるとのことでとても楽しみです。ちなみにアレルギーの対応は行っていないので注意してください。夕食会場もとても明るいです。さてどんなお料理が食べられるのでしょうか。まず目に飛び込んできたのは米沢牛のすき焼き、その手前には前菜がきれいに並べられています。前菜が全部美味しかったです。きっとこんな味なんだろうなって思って食べるんですが、それをはるかに上回る美味しさ。友達もご飯の美味しさに感動していました。これはお酒が進みます。郷土料理の冷や汁もいただきます。野菜や山菜、干し椎茸などの入った冷たい汁物にそばあられを混ぜていただきます。食感がとても楽しく野菜とそばの香りが口の中に広がります。
こちらの枝豆のお豆腐も美味しかったです。そしてこちらの旅館はなんと夕食時にいただける主なお酒が無料でいただけるのです。これは酒好きには本当にありがたいサービスです。迷わず日本酒とワインを、缶酎ハイもたくさんの種類がありました。さらにテーブルに並んでいるお料理だけではなく、おばんざいコーナーがあります。6種類のおかずが好きなだけ食べられます。これも本当に美味しくておかわりをしてしまいました。すごく家庭的なお料理なのですが、なんでこんなに美味しいのだろうと不思議なくらい感動しました。そしてメインの米沢牛のすき焼きに行きましょう。鍋に火をつければ準備完了。これは言うまでもありません。こんな美味しいものを食べてごめんなさいという罪悪感。ご飯も2杯食べてしまいました。本当に本当に美味しかった。食で感動するってこういうことなんだなと改めて思いました。さてお腹も心も満たされたのでお部屋に戻りましょう。そういえば宿に来る前に買ったワインがありましたね。ワインを飲みながらまったりしましょう。山形県上山市の武田ワイナリーさんのワインです。風味がとても豊かでした。さて夜も深まってきたので温泉に行きましょう。まずは家族風呂に行ってみます。このように利用可になっていれば貸し切り OK です。それにしてもこの蛇口すごいですね。本物の温泉なんだと改めて感動します。脱衣所で服を脱いで入湯します。果たしてお風呂はどんな感じなのでしょうか。至って普通のお風呂でした。しかしお風呂に浸かるとびっくりしました。見てください、この湯の花の量を。まさに花びらが浴槽にひらひら舞っているような光景。湯の花は温泉の成分が凝縮され固形化したもの。温泉の濃度がとても濃いことが一目でわかります。こんなにたくさんの湯の花の温泉に浸かれるなんて贅沢すぎませんか。お腹だけではなく身も心も癒されます。こちらのお風呂は基本的に加水しておりません。なので温度調節は自分たちで行います。というか男2人で貸し切り風呂とか本当に迷惑ですよね。早々に退散しましょう。それにしてもとても気持ちが良かったです。さてこちらの宿のメインのお風呂に行ってみます。湯量が豊富な白布温泉のシンボルの湯滝風呂です。温泉が流れる渡り廊下の奥が女性のお風呂、手前が男湯です。こちらのお風呂は江戸時代中期の約300年前、吾妻山麓の御影石を切り出して作られました。今なお当時の原型を保ったまま流れ落ちる温泉を受け続けています。したがってシャワーやカランなどはありません。お風呂に入るとこれまたびっくりしました。まず建物が歴史を感じさせます。そして豪快な3つの温泉の滝が勢いよく流れ落ちる様はまさに圧巻。宿の廊下にいると聞こえてくる滝の音はこちらの温泉の滝の音だったのですね。友達は滝に打たれておりました。とても気持ちが良かったとのこと。湯量がすごいのでシャンプーを使ってもシャンプーの泡が浴槽に入ることはまずありません。本当に素晴らしい温泉です。滝の音を聞きながらゆっくり温泉に浸かる、これもまた贅沢です。明日の朝もゆっくり温泉に浸かりたいと思います。旅の1日目が終わろうとしておりますが、本当に素晴らしい1日でした。山形で冷やしラーメンを食べて、山寺に登って、白布温泉で美味しい食べ物と素晴らしい温泉に浸かって、1日で旅の目的が達成されてしまいました。さて明日はどんな旅になるのでしょうか。ちなみに友達曰く、珍しく僕は22時前に寝ていたとのことです。こんなに早い時間に寝れることってめったにないのですがね。温泉の効果ってすごいですね。